皆さん、はじめまして、とある男が授業してみたの、ハイトと申します。高校受験の方も大学受験の方もね、いよいよ本番となりました。自分もそうでしたけど、特に大学受験の時、当時センターですね。センターの前は、自分の可能性を疑って、本当に伸びてんのかな、つって。俺受かんのかな、って。すごい思ってましたけど、でもやっぱり結論として至ったのは、どんなに疑ってもいいことないんですよね。そう。で、やっぱりぜひね、皆さんも自分で勉強してきたノートとか参考書を見返してほしいんですけど、頑張ってきたんですよ。もうみんなが。多分この動画をね、見てくださってる皆様全員が頑張ってきた。だから、頑張ってきた自分を一番自分自身が認めてやってください。で、その、こんだけやってきたんだから、力を出せばなんとかなるっしょって思って、試験に臨んでもらえたらと思います。皆さんがね、受験が終わった時に、もちろん合格はした時して、晴れやかな顔になってほしいっていうのもあるんですけど、まずは試験が終わった時にやりきったっていう気持ちになることを心から願っております。皆さん、頑張ってください。はい、どうも皆さん、こんにちは。予備の匠です。皆さんね、受験が迫ってすごく緊張してるとは思うんですけども、受験生が勉強に打ち込んでる姿って想像以上にすごくかっこいいので、ぜひですね、その最後までかっこいい姿を貫いて勉強頑張ってください。そして最後に、言いたいことがあるんですけど、別に受験が失敗してもですね、人生すべてが終わるわけではありません。その後の考え方と行動次第でですね、いかようにも人生を楽しくすることができると思うので、そこまでですね、気負いすぎずに、自由な気持ちで受験をね、楽しんできてください。以上です。頑張ってください。さあ、今年受験の皆さん、ここまでお疲れ様でした。今年はね、特にね、コロナの問題もあったりだとか、共通テストの、ね、導入で、新制度を前にね、なかなか迷いが断ち切れない。苦しんだ人が多いと思います。だけどね、一つ言っておきたいのは、これね、日本中みんな同じ条件なんですよ。同じ条件だとするならね、できるだけ早く目の前のやるべきことに集中した方がきっといいと思います。受験直前になってくるとね、やっぱりね、今までやりきれなかったことっていうのがね、もう亡霊のようにね、追いかけてくるんですよ。読み切れなかった本だとか参考書、解ききれなかった問題集、過去もね、回しきれなかった英単語集がね、もういっぱいね、自分の中で、あれもできたはず、これもできたはず、しまったってね、苦しむと思います。もうそんな時は、まず、100均ってください。100均です。100均ってね、段ボール箱を買うんですよ。これ大事な話ですよ。で、段ボール箱にそれとテキストの類をしっかり敷き詰めてね、ガムテープをぐるぐる巻きにしてね、ろうそくを立てて、近くの川にね、流してください。さよならするんですよ。過去なんてどうでもいいの。こっから先ですよ。こっから先が勝負なんですよ。勝負ごとすべからく、直前期がすべてです。入試当日の勢いが全部なんですよ。だから入試当日だけね、思いっきりいい点数取ったらだって合格するんだもん。もちろんね、その日だけうまい点数が出るなんてことはあんまない。そこまでの努力というものが蓄積するんだろうけれども、ここまでの自分で明日を占うなんてね、そんなつまらないロジックなんて破壊してください。自分はできると思ってください。やれるやつってのはね、大抵ね、何の根拠もなく自信持ってるんですよ。それでいい。いいですか？最後まで死に物狂いで頑張ってください。最後の最後の瞬間までちゃんと応援してます。それでは、頑張って。受験生のみんなへ、パセラモンヌーサンスのと、クマタンです。うん。そして、うん。僕です。それ僕の。そして、アイダマンもいます。はい、ということで、今回受験生の。あ、ちょっと待ってください。はい、今日素敵な桜ソング用意してます。そうなんですよ。うん、もうこのね、ムードを演出しようと思いますし、はい、二人で BGM を用意しました。うん、ありがとうございます、はい。はい、そうです。じゃあ受験生のみんなへ、それでは BGM。本番近いと思います。僕が伝えたいのは、真偽対今この過去問解いて、義の部分に知識を貯めて、そこに途中にしてると思うんですけども、本番に成功するためには、ピークを持ってくるためには、真偽対応。やっぱり真偽というのは、時間かかると強い気持ちと、タイっていうのが、やっぱりその自分を実践して遊びたくなる。その本番でやろう、あんなに考えてやろう、うるさい、いい言葉言ってんのに。しかも、なんか手に持ってたよな。なんか熊田からありますか？いや、以下同文です。今ちょうどね、終わりました。頑張って。頑張って。ドンビアムです。フーミンです。わかって TV です。受験生みんな、受験頑張れよ。今サボるとエフラン大学やで。やめろ、お前。皆さん、こんにちは。武田塾の中森です。いよいよ受験ですが、皆さんどうですか？受かる自信はありますか？受験っていうのはですね、人生において皆さんの中で多分、今までで一番頑張っている人が多いんじゃないかなっていうタイミングだと思います。そのね、タイミングで、やっぱり頑張った、
記憶を残すっていうのはすごく大事なことで、まあ、僕自身はね、そこちょっと頑張れなくて、後悔あった人間なんですけど、やっぱりね、そこで頑張れたことによって、次以降また自分が何かやりたいことが見つかった時に、頑張るようになると思うんで、ぜひね、最後まで頑張ってくれればと思います。受験を通してね、自分自身に、あ、俺、やればできるじゃん、やってできたじゃんって思って、受験を終えてくれると、本当にね、すごいやってよかったなって思えると思うので、これは合格不合格ってだけじゃなくて、自分自身がやりきったっていうね、感想を持って、受験を終われるように、ぜひ最後まで頑張ってください。Hey guys, how's it going? It's Atsu from Atsuego. So, you guys must be feeling a lot of stress and a lot of pressure right now, but don't worry. You've spent so much time, you've made so much effort.Be confident and just ignore anyone who spreads negativity around you. Stay positive, stay determined, and stay focused. I'm 100% sure you're going to pass the exam. Okay? You've got this? Good luck! 皆さんこんにちは。キャスタイス TV の小林です。受験直前ということで、皆さんぜひ最後まで諦めず頑張っていただければと思います。まあ、この時期本当に直前なので、ね、点数取れなかったらどうしようとか、もし志望校の目標点に届かなかったらどうしようとか、まあ、悩んでる方もたくさんいるかもしれませんけれども、まあ、大丈夫。皆さんがね、努力したことは必ず結果として跳ね返ってきます。これまで勉強したことをぜひ一度見直してみてください。皆さんがどれだけこれまで頑張ってきたかの証拠になると思いますし、それが皆さんの自信になると思いますので、最後まで諦めずに頑張ってください。まだ国立大学目指す人は1ヶ月以上期間ありますから、途中でね、中だるみしないように、その部分を引き締めて、最後まで全力で勉強を続けてください。以上です。はい、こんにちは。医学部受験塾メディクリート塾長の細井です。さて、受験生のメッセージですけれども、今ね、これ見ている方々、これから受験入試だと思いますけども、この1、2ヶ月であなたの人生変わります。ね、この1、2ヶ月をどう生きるかで、あなたの人生は180度変わる可能性がある。それを念頭に置いて、毎日1分1秒を貴重に、ね、過ごしてもらえればいいと思います。そして、自分は成功するっていう確信を持ってください。で、それを持たないと、ふとした時に、やっぱり負けます。絶対勝つんだ。自分は自分の目標を達成するんだという強い意志を心に持っていれば、あなたのところに勝利の女神は微笑むでしょう。その心意気、絶対忘れないでくださいね。そして最後は自重自効です。バイバイ。受験生の皆さん、今日も勉強お疲れ様です。オクラです。副前期になって焦りや不安がたくさんあると思うのですが、そこで自分の限界を勝手に決めないでほしいなって思います。自分が本当に限界まで努力できているのかって自分にしかわからないことなので、いや自分はもっとできるはずっていうのも自分が一番思ってることなんですね。その気持ちを受験本番まで持っていってしまうと、受験が終わってからすっごく後悔することにつながってしまいます。そういう思いだけは絶対にしてほしくないので、やれることは全部やりきって、全力出し切って本番まで走り抜けてほしいなと思います。やればできる、やらなければできない。私はこの言葉を胸に気持ちを強く最後まで挑みました。今度は私が皆さんのことを信じて応援しています。オクラでした。ありがとうございました。ヒラだぜや、モテチャンネルをご覧の皆さん、どうも、準レギュラーのヒラです。今回まあ皆さんに対してね、最後の応援メッセージみたいなものでね、ちょっとこう撮っているんですけれども、皆さんに、まあ特にね、僕の回を見てくれてる皆さんということですと、またやっぱり、早稲田とか、慶応とかを目指している方が多いと思うんですけれども、最後のアドバイスを送りたいと思います。こっから皆さんのこう合格可能性を確実に毎日、いや、1時間単位で上げていく方法がたった一つだけあります。それ何かというと、まず皆さん、この動画を見終わったら、自分の過去問のノートとかを開いてみてください。で、ペケの一つ一つに向き合ってください。で、そのペケの一つ一つを、これどうやって解くんだったっけな、こういうふうにこう一つずつもう一回考え直して、できなかったものを確実にできるようにしていってください。あの頃できなかったものが今できるようになってるかなっていうことの確認。そして、今できないものがまたあるんであれば、それを明日できるようになってる状態にしていく。こういうふうにして、皆さんの中の黒を一つ一つ白に変えていくことによって、で、確実に1時間単位、いや、1分単位で皆さんは強くなっていきます。もちろん、このできないことが一つずつできるようになっていくことで、何でもかんでも大学に合格できるとまでは言わないですけれども、確実に昨日の自分より強い自分に明日なることができます。ぜひ、動画を見終わったらもうすぐ始めてください。黒を白に変える作業、過去問でやっていってください。以上です。皆さんこんにちは、出口博史です。受験生の皆さんに、二つどうしてもお伝えしたいことがあります。一つは、受験前日まで、実は一番学力が伸びる、そういう時期が今だっていうことなんですよね。なぜかと言ったら、もちろんね、気合も入ってます。で、それ以上に記憶ってことを考えてほしいと思います。あることを記憶をしても、時間とともに記憶量は減っていく。
でも直前だと忘れないうちに試験があるんですよね。でこんないい時期ってない。ただしあれもこれも新しいことを詰め込んでもダメであって、まずは理解をして反復をして、だいたい 4,5 回繰り返さないと記憶は1年維持できないってことが今科学的に明らかになってる。ということは今新しいことをやったところで身につくことができない。皆さんはあれは知ってると思ってる。そうじゃない。知っていたんだ。その時は記憶していても時間とともに記憶が薄れていくから今知ってるかどうかわからない。だからあまり欲張らずに自分が知ってると思ったことをもう一回確認するんです。そうすると今確認すれば受験までは確実に覚えてます。もう一つあります。まあよくね、受験直前は朝方に帰ろう、こう言ってますけどね。まあこれは当然そうです。だって試験は夜中にあるわけじゃないから。まあ大抵は午前中に英数国という、どっちかというと、その場でじっくり考えなきゃダメな。で、こういうのがね、多いと思います。第一志望が決まってるならば、試験の時間割を、ね、これも目の前にして、最初に10時から90分英語だったらば、90分英語をやる。そして、その時間になると、頭が一番回転するように持っていくんですよね。受験が近づくと、現役の方も学校がなくなってきますので、で、これは本番を想定して、午前中に頭を使う科目をやる。で、徐々に頭を使わない。特に夜は知ってることを音楽でも聞きながら確認していくとか、こういう作業やってきます。夜、と過去問やって頑張ったりすると、普段はいいんだけど、受験が近づくと眠れなくなる。興奮状態になる。で、夜中に一人起きてると不安になる。そして、風邪をひくんですよね。こうなったら元も子もないので、本番を睨んで、試験時間に一番頭を使って、徐々に頭を休めるような、こういうようなね、プログラムを考えてみたらいいんじゃないかと思います。最後までね、力を抜くことなく頑張ってほしいと思います。さあ、では本日です。さあ、受験生の皆さん、いよいよですね、頑張ってほしいところなんですが、受験において一番大事なのは何だか知ってますか？一番大事なのは、運ですね。運なんですか？うん。はい。ねえ、そんなの、どうすればいいですか？じゃあ私、滝に打たれてくればいいんですか？お賽銭弾んで、神頼みすればいいんですか？ね、違いますよ。そんなことではありません。ね、あなたがやることは、勉強することです。最後まで。結局ね、合格した人もね、ダメだった人もね、いつも言うのはね、運が良かった、運が悪かったって言うんですよ。それは当たり前なんですよ。あなたが、どれだけ勉強したからといって、受験っていうのはですね、出てくるのはほんの一握りです。あなたがすごい勉強しても、ほんのちょっとだけしか出てこない。そのうちの一部しか問われないですね。でもね、こんだけしか勉強しなかった人と、こんだけ勉強した人と、こんだけ勉強した人だったら、どの人が受かります？そうですね。一番勉強した人が受かるわけですよ。もちろん難関大学だったらね、これを超えてくるところとかっていうのがね、まあ出てきたりするわけですけど、それでも見てわかりますよね。一番運がいいのは、一番勉強した人なんですよ。運ってね、どうにもならないものだと思ってるんですけど、受験においてはそんなことありません。一番勉強した人が一番運がいい人なんですよ。だから最後まであがいてください。最後まで勉強してください。Good luck!